ボクシングの WBC&WBO 世界スーパーバンタム級王者、井上直也、30イコール大橋と、と WBA&IBF 同級王者マーロン・タパレス、31フィリピンの4団体統一戦、26日、東京、有明アリーナが近づく中、一つ上のフェザー級では、打倒モンスターを掲げるボクサーが続々と名乗りを上げている。米国の専門メディアボクシングシーン、 は、ブルース・キャリントン、井上直也を、脱線、させる力があると確信、と題する記事を掲載。東京五輪米国代表でプロ転向後10戦無敗のブルース・キャリントンをクローズアップした。WBC と WBO のスーパーバンタム級王者になったばかりの井上直也は、4団体統一まであと1試合に迫っている。 もし井上が大方の予想通りマーロン・タパレスを退けることに成功すれば、井上にとって次のステップはもう一つ上の階級に挑戦することだろう、と階級アップを予測する。さらに、現在、井上とキャリントンを隔てている4ポンド、約18キロ、は消えてなくなる可能性がある。キャリントンはフェザー級タイトル戦線には加わっていないものの、井上の決断を待っている。 限られた試合数でズうずーしいと言われようが、キャリントンは経験不足は関係ないと考えている。今のところ、彼は井上を含め、誰にも引けを取らないと確信している、と記した。その上で、米国のボクシング専門 YouTube チャンネル、トゥルースクールスポーツ、でキャリントンが語ったコメントを引用。自分がベストだという人たちと、自分を試すのが好きなんだ、 私は自分が最高だと信じているし、人々は井上が最高だという、井上は現在最も偉大な選手の一人だ。彼は間違いなく将来の殿堂入り選手になるだろうが、私には彼を狂わせるのに必要なものがあると確信している、と伝えた。かねてフェザー級では IBF 王者ルイス・アルベルト・ロペス、メキシコ・ラガモンスターとの対戦を熱望。 王者のみならず将来の王者候補も名乗りを上げる状況は、井上のネームバリューの現れと言えそうだ。トースポウェブ。